シカゴファイヤー FC はアメリカ合衆国の中西部イリノイ州の都市シカゴにホームを置くサッカークラブであるメジャーリーグサッカー所属クラブの創設は1997年10月8日であるこの日は1871年のシカゴ大化が起こった日でこれを記念してシカゴファイヤーという名称が付けられた翌1998年から メジャーリーグサッカーに参加し、その年いきなりリーグタイトルとなる MLS カップで優勝した。1998年から2005年までは NFL のシカゴベアーズと同じソルジャーフィールドを使用。2006年にサッカー専用スタジアムのトヨタパークへ移転。2007年アンドリュー・ハウプトマンがクラブを買収。2018年7月11日、シカゴの実業家。 ジョーマンスートがクラブの株式49%を買収。2019年9月13日には残りの株式も売却されてハウプトマンは会長を退任し、マンスートがオーナー兼会長となった。合わせて2020年シーズンから本拠地をソルジャーフィールドに戻すことが発表された。また、2020年シーズンからクラブ名をシカゴファイアーサッカークラブから シカゴファイヤーフットボールクラブに解消するとともに、刷新されたファイアクラウンクレストも発表した。しかし、このファイアクラウンクレストは芝叩く間に、国標の嵐となったため、マンスーとは6ヶ月に及ぶパブリックコメントを実施し、2021年6月18日に2022年シーズンから採用する新しいクレストを発表した。この新クレストのデザインには、 消防士の象徴であるイフロリアヌス十字とシカゴ式から6つ星が取り入れられている。2021年8月18日、ジョーマンスートがスイススーパーリーグの FC、ルガーノを買収したことが発表され、シカゴファイアーとルガーノはパートナークラブとなった。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。DP は特別指定選手を示す。 中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。